日本の皆様、こんにちは、こんばんは。僕は王光禅と申します。1992年、2000年間にね、日本鳥取大学医学部を留学しまして、博士号を取得してから、日本勤め、3年間勤めているが、その中国北京大学医学部に帰国しまして、一応助教授を務めました。それで、カナダに移民したから、トルノ大学を務めて、それ、心理学とね、精神医学の面の研究を務め、と、患者さんを見ました。それで、今はね、進学院の勉強の間にね、神を、崇拝する鹿を、9つのチャプターの買いまして、それが基本的な聖書の主な内容、その真理をのまとめた形で、ぜひ聞いて読んでください。役に立ちますので、それで今日ね第3の章読んであげます。成長してください。Okay? 今、始めましょう。Okay? 第3の、チャプターで、衆に、従う。Okay? 衆に従う。はい、私の衆よ。私は、あなたに従う。あなたの考えをとっても深く、広いです。あなたの知恵は、宇宙全体に、浸透することができます。あなたの心は私たちの心を洞察することができます。あなたの偉大の力、全能であり、任意の障害物を征服することができます。そう、あなたの強さは世界で何でも上の優勝です。以上で、以上で、神に、従うの章を終わりました。成長ありがとうございます。好きでければ、ぜひ、他の人にね、伝えてください。このチャンネル登録、できれば、ご幸いです。ありがとうございます。内容が神のありま、これね、ぜひ教えてください。反映しますので、まだね。